ベルト切れだ。ベルト切れ？まいったな。どうするの？今夜はこれで終わり？パンツだから履いてないよな。はあ？履いてないって何を？あの止まってる車、アベックっぽいな。ちょっと石田先生、何する気よ。お取り込み級のところ行ってくれ。何ですか、あなた。すみません、ちょっと頼みがあるんですよ。あのね、実は彼女が履いてるパンストを売ってくれないかと。よし、パンストって結構丈夫でさ、十分ベルトの代わりになるんだよ。さすがおじさん、渋いこと知ってる。で、どうするのこれから。とりあえず東京に帰る。え？大丈夫だよ。たとえ今どこを走っていても、彼は必ず朝方湾岸に帰ってくる。